YouTube の皆さん、どうも上白です。てなわけで今日早速なんですけど、僕やりたいことがあって、以前コストコでめっちゃたくさん商品買ってきましたっていう中にでっかいサーモンがあったんですよ、ノルウェー産ので。なんでそれ買ってきたかって言ったら、もうね、一つしかないんですよ。そう、サーモン麺っていう、サーモンをラーメン状にした麺みたいなやつをちょっとね、今日は食べていきたいんですよ。ずっと夢だったんです。てなわけで今日はサーモンを麺にして食べていきたいと思います。入ってきます。はい、てなわけでキッチンに到着いたしました。で、本日主役のこちらのサーモンなんですけど、これマジで1キロ以上あります。1032g、 お値段が4004円ってことで、その4円どうしたの、負けてくんないって感じはするんですけども、早速これを切っていきたいと思うんですが、先にあのおタレの方からちょっと作っていきたいなと思って。サーモンって鮮度が意識じゃない、サーモンが命なんで。あ、行ってきます。やっぱり麺と言ったらこいつだよねって感じで、本つゆ、お刺身と言ったらこいつでしょっていう感じの醤油、わさび風、ではですね、あのタレの方完成したんで、スペシャルプライスのこちらのサーモン、おサーモンを麺にしていきたいと思います。いってきまーす。まな板が小さすぎて切れないでやんす。はい、ってなわけでサーモン麺完成しました。めっちゃ大変だったんですけど、今朝の7時半ぐらいで、最高の朝食だよね。で、これついでになんですけど、おにぎり作っちゃったんでね、これツヤツヤして美味しそう。ってなわけでいただきます。うまっ。では早速なんですけど、このサーモン麺いただきまーす。めっちゃ美味しい。お寿司の相場ってよくわかんないんですけど、正直僕回転寿司しか行かないんで、僕が握ったこれよりもさ、小さいサイズで100円ぐらいじゃないですか、大体。で、この一切れってもう何、2貫分ぐらいのサーモン乗っかってるわけじゃないですか。なんかね、めっちゃ脂がぎっしり乗っかってて超美味しいんだよね。なんか安さの割に、まあ安いのかわかんないんですけど、4000円ぐらいしてるから安いのかわかんないんだけど、美味しさは間違いない。これ、めんつゆつけて、おいしい、サーモン大好き。次これいきましょう。これ醤油にわさびツンツンしたやつ、僕わさび好きなんで、これ間違いなく美味しいぜってことで。あ、おー、いただきまーす。めっちゃギッシュだね。うん、油って感じ。ちょっと次これいきましょうか。握り、絶対美味しいじゃん。いい匂い。
お寿司大成功。これは修行したらあれですね、築地とかでやれそうだね。僕個人的にはこのわさび醤油よりも麺つゆの方がやっぱ好きですね。麺だから。なんかね、ほんと美味しいんだけど、わかるんだよね、この口の中が油づいていく感じが。だからね、すごいなんか今滑り台やってたらスルスルいけると思います。てなわけで、お寿司って大体さ、同じやつ好きなものだとしても大体6貫とかじゃないですか。だから麺にしたら3切れ分ぐらいで6切れいっちゃうんだよね。だそうすると飽きが来るんだよ、美味しくても。てなわけで今日はこちら、大先生というか僕の親愛なる相棒みたいな助っ人を呼んでます、チョコソースさんです。そう、あのお寿司にチョコってつけたことないんだけど、まあ美味しいでしょって感じですね。してやってきまーす。これさ、長すぎるよ。ちょっと誰がやったのよ。こんな感じでチョコをぎっしりつけて、うわーすごい油が、もういただきます。ふん、いや、このね、チョコとね、油ギッシュなサーモン、ノーマッチング。イエスイエスイエス。なんか、お互いが台無しみたいな。お互いの人生悪くしちゃってるよね。ね、もう、好きじゃないことをお互い分かってるけど、恋人がいる状態が好きな人たちみたいな。もう、良くない。そういうの良くないよ。油がすごい。朝だから多分余計に、これ昼だったら全然いけるんですけど、朝だからさ。ちょっとお寿司いただきます。これ好きよ、お寿司。結構ね、自分好みのでかいサイズなんで、わさびつけて、あ、おいしそう。あー、うん、うまい。やっぱお寿司の方が食べやすいですね。サーモン単体だとそんなに食べれない。ここで秘密兵器、第二の秘密兵器投入したいと思います。あの以前マシュマロ焼いちゃったみたいなやつ作ったんですけど、その時にこれを買ったんですよ。シャッー、第二の助っ人、火吹くやつ、ファイヤー。そう、これ買っちゃったんで、炙りサーモンやっちゃいたいと思います。火注意、失礼します。あ、まだガスバーナーとの絆は生まれてないみたいですね。まあでも若干炙れたんで、このままいただきたいと思います。炙りサーモン、僕ちなみに炙らない方が好きなんでね。チョコが垂れる。うん、濃い、めっちゃ濃い。やっぱ麺つゆだよ、やっぱ麺つゆだ。結局ね、そっちに戻っちゃうんですよね。うん、ごちそうさまでした。はい、てなわけで今サーモン麺半分ぐらい食べて、まあだから 500g ぐらい食べ終わったんですけど、もうね、頭がすんごいトロトロしちゃって、サーモンだけに。なんでちょっとね、これは明日の朝ラップにくるんでチンして食べたいと思います。以上だ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画
ぜひ見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた。